ちょっと戦前はちょっと弱気な、感じでもありましたけど、レースは前回の和歌山の決勝の前に腰をちょっと痛めてしまって、今回は感覚がどうなのかと、あとは自力とか自分で位置を取って自分で動いての優勝はかなり厳しい状態だと思ったので、もう初めから1番車と4番車でありましたけど、葵ちゃんの後ろって決めていて、で取れたので取れたのがびっくりしたんですけど、もうあとはついていくだけだなと思いました。でもちろん児玉さんも、まあ、好きなパターンというか1周前ぐらいのあの仕掛けが初めてついたんですけど、やっぱいいですね、気持ちよく後ろつけたの、まあ、ホームから1コーナーまで、あそこら、まあね、ホームから1コーナーがちょっときつかったんですよね、はい、離れたし、やっぱ強さだなって思って、ちょっと太田さんも突っ張り気味のところ、あそこはもうちょっと申し訳ないけど入り気味に行かせていただきました、しっかり1取って、はい、でついてから若干その優香さんだったりが来るか気にしながらという感じですか。そうですね、あの3月のウィナーズの時に、あそこから優香ちゃんが来たので、来られたらちょっと、切り替えとかもできなかったし、まくりも全然いけなかったので、来ないことを願って、で直線勝負になれば、はい、直線勝負で、来るかなと思いながら、葵ちゃんだけは絶対に刺すって気持ちで走りました。まあ、ドリーム勝ちはやっぱり大きい。330でした。はい、もう誰が取ってもいけるので、大きいです。しっかりグランプリまで、もちろんその小倉の大きい大会も含めつつ、いい形で臨めるように。そうですね。少し見えてきました、その。いやちょっとまだ腰の状態と、今日の感覚は忘れたくないなと思うんですけど、怪我をしないようにだけ。よくたまにあるんですか。いや初めてです、レースで腰痛めたちょっと初めてで。ちょっと失敗です、ね、ちょっとうまく、はい、つけ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。